願いします。お願いします。はい、じゃあ、この前は本番お疲れ様でした。ありがとうございます。一曲ねちょっとやるだけでもああいうものがなんかこう積み重なるとまた本番慣れっていうのもあると思うから、うん、なんかそういうちょっとしたフレーズだけどああやってステージに立って吹くこともすごいいい勉強になると思うので、まあ本物なんかできるといいなと思うんだけど。はい。はい、じゃあ、今日はその前回ちょっとねその曲があったので、後半のところがそれで終わってしまったんですが、じゃあ今日はスケールやって、練習曲やって、本来であれば、お正月にやろうと思ってた、曲の方ね、レッドイートゴーの方をね後でちょっとやるようにします。で、あと、歌の方と、楽天の方のなんですけど、後でちょっとまああとその2ヶ月のところでどういう風に進めるかっていうのはちょっと相談させてもらっていいかな。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。違うキーの、うん、スケールをやってもらうということと、はい、一個一個前のやつのね B マイナーの低音のところだけ、まあ、三角形外側を大きく動くといいよっていう話があったのでそれをちょっと思い出しながら練習してみてください。はい、で、43番はかなり、歌い込んでこれてると思うので次回一応仕上げってことで、はい、うん、譜読みは今日の段階でできたから32分のところをより正確にっていうのと突然大きくならないように音楽的にするってことと、はい、まあその辺で自分で消化できればいいかなっていう感じね。はい、でまあ44は冬にできればやってください。はい、であと曲はレッドイートゴーを少し形に、うん、せっかく好きな曲だって聞いてるから、うん、なんかそのなんだろうないろんな歌い方のパターンとかをさちょっとやるにあたってリズムをちゃんと正確に把握しといた方がいいと思うから、うん、いろんな歌い方をするにしてもなんかこうリズムの取り方が正確だといいと思うのでもう一回だけ来週の時ところまではちょっとかっちり、うん、リズムを把握するようにしましょう、ね、うん、で、その後はちょっと大きくするとかこうすごく小さくするとかちょっとこう表現みたいな感じでやっていければいいかなと思います。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。